どうもトラさんです。まあ、いつも通り常磐線色の緑の T シャツ着て関東に住んでいるんですけども、まあ、今回ですね、西武鉄道の方から発売された西武鉄道9000系 L トレインの方紹介をしていきたいと思います。それでですね、今回から紹介方法20秒プレゼンという形でですね、やっていきます。まあ、ペチャクチャっていうプレゼンの方式があって、まあ、それ20枚のスライドなんですけども、この動画では10枚のスライドを使って、で、まあ、あと動画も必要に応じて使っていきます。で、まあ、まずパッケージの方からですね、紹介していきます。僕はこのパッケージに書かれてる CG で書かれた電車の絵好きですね。左下の左側とか左上の写真の右側とかで、まあ、プラ電車カードも入ってます。で、開けてみてですね、まあ、西武線、まあ、普通西武線って黄色なんですけど、なんかライオンズカラーなんですかね、野球あんま分かんないからあれなんですけども、青い色をしてます。で、まあ、いつも通りプラレールなんで3両編成です。で、こっちが顔ですね。ヘッドライト黄色く塗られて、あとヘッドマークライオンズのロゴがついてます。行き先が西武球場前に出てるのが、まあ、ポイントが高いと思います。でですね、こちら反対側がテールランプついている、まあ、右上の赤い2つですね、まあ、こっちが後ろですよっていうライトがついています。種別は準急ですね、これ。まあ、顔の作りは前々から出てた西武の9000系と同じなんですけど、まあ、結構細かく作られているので、結構僕この顔は好きですね。で、まあ乗務員扉のところにもライオンズってロゴが入ってたりですね、まあ、あと中間車、まあ、先頭車それぞれ、あと車両の番号、前からクハ9108、モハ9208、クハ9008で、まあ、番号も入っているのでポイント高いかなと。で、電池は下入れ式、ドライバーが必要なタイプの単二電池1個ですね。だから、まあ、今までの西武線と特には変わりないんですけど、まあ、開けるときドライバーが必要ですね。で、まあ、屋根の方もですね、グレーに塗られてるんですけども、エアコンが細かく再現されてたりで、結構こだわりがあっていいんじゃないかなと思います。で、これ西武線の駅のコンビニで売られているんで、皆さんもよかったらぜひ買ってください。